エースファースト様よりオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンのエースフィットネオをご提供いただきました。耳を塞がないタイプの完全ワイヤレスイヤホン、果たしてその実力は。電子レンジマンの動画。今回お送りいただいたのがこのエースフィットネオというワイヤレスイヤホン。特徴としては耳を完全に塞ぐわけではないオープンイヤー型なことが挙げられるかしら。まあこんな感じでパッと見では普通に耳に装着するカナル型っぽいんだけど、実際は塞がれてないって感じ。パッと見だとゴツめのイヤホンを装着しているような形になるので、まあ乗り物に乗ったりしながらの利用はやめた方が良いかと。確かに装着してる写真を見るとそれなりに主張はあるわね。外を歩いてる時とか自宅内あたりで周りの音に気をつけながら音楽やラジオなんかを聞くのにおすすめになるかしらね。投稿者は最近法定額の気軽に通える軽トレーニングジムに通い始めたんだけど、ああいう場で使うのにも良さそうだね。トレーニング機器の音がうるさくないかとか気をつけながら音楽やラジオなども楽しめるのだ。耳に装着する際は専用のイヤーフックがいっぱい入ってるので自由に選んで合うものを使える感じなのです。初期状態だと M が装着されてたけど、投稿者の場合は L がちょうど良さげだったかな。 Bluetooth 5.3 対応で、後で見せるペアリング時の表示を見るに AAC での再生に対応してたのだ。というか箱にも SBC と AAC 対応って書いてあるわよ。ワイヤレス充電対応で、イヤホン単体でもなんと 8.5 時間、充電ケース込みで最大30時間使えるのだ。そして音質の方も 14.8mm ドライバー搭載で低音に強いらしいのだ。オープンイヤー型だけど音質にもある程度しっかり気を配られている感じみたいね。ある程度紹介も終わったところで開封して外観をチェックしてみようか。そうしよう。パッケージは商品画像と英語がいろいろ、白背景に商品の写真なのでよくあるこの手の商品のパッケージって感じではある。特徴とかが英語でいろいろ記載されているわね。なるほどって感じなのだ。裏には使用一覧も記載されているのだ。日本語の表記もあるね。美的マークもちゃんと箱についている。とりあえず箱を開けていくのだ。内部にもいろいろ説明があって豪華だね。付属品から見ていきましょうか。箱の中には巾着袋が入ってるのだ。中身を出していきますと、これがイヤーピースかしらね。なかなか変わった梱包だよね。4つほど入ってるから本体に装着されてるのと込みで3つのサイズから選べる感じかな。このイヤホンのイヤーピースはちょっと特殊なやつだからいろいろ入ってるのはありがたいわね。そして USB ケーブルも入っているのだ。片側が通常サイズ、反対側が USB Type-C の短めのやつね。そして説明書も入ってるみたい。紙1枚の土差しのが日本語も含めたいろいろな言語で記載されてる方式なのだ。操作方法とかも書かれているので何か困ったらチェックしてみるのが良さそうかしらね。そんな感じだね。それでは今度は本体をチェックしていくのだ。テープで梱包されているのでこれを剥がして外観を見てみようか。最初に手に取って思ったこととしては結構ケースが大きいわよね。投稿者がここ2年くらいで買ったワイヤレスイヤホンの中では正直なところ一番大きいケースだとは思うのだ。まあカバンとかには入るサイズ感だと思うけど、一応理解の上で買った方が良いかと。ちょっと手持ちの 6.5 インチ画面のスマホと比べてみておきましょうか。奥行きはそんなになんだけど横の長さと高さが結構ある雰囲気だね。なるほどね。改めてイヤホンケースと本体を見ていきましょうか。一応1万円オーバーとかで売ってる軽巧な製品だけあってプラスチック素材ではあるけどそれなりにしっかりしたケースだね。今回はホワイトを送ってもらったけどあんまりキスとかも目立たなそうかしら。蓋やイヤホン本体の一部が透明で内部が少し透けて見えるのが良い感じだね。一見普通のイヤホンっぽく見えるけど実際は結構違う面白さ。なお購入直後だと絶縁テープみたいなのがついてるので剥がしてから使い始める感じになるわね。これがエースフィットネオなのだ。なんか懐かしさのあるスケルトン。手前の白い部分はタッチセンサーなのだ。ケースの右の側面に USB Type-C ポートが変わった位置ね。裏面はザラザラ加工、 LR 表記が分かりやすいケース。それではペアリングして使い始めてみようかね。まあワイヤレスイヤホンなのでそんなにペアリングが難しい感じではなさそうかしら。スマホの設定アプリの Bluetooth 画面でペアリングの開始ボタンを押しまして、新しい機器とペア接続する。イヤホンを取り出してペアリングモードにしますと、エースフィットネオの表示が出るからこれをタップしてペア設定をすれば OK って感じね。自分の連絡先や通話履歴へのアクセスを許可しつつペア設定するボタンを押して接続完了なのだ。うん、非常にシンプル。設定項目を見るとバッテリーと加工デックとかを確認できるのだ。充電開始時はイヤホンがオレンジに光ってそれがケースの蓋を閉めた状態でも確認できる感じだね。なるほど、面白いわね。なかなか。開封は以上。それでは使ってみての感想をまとめるのだ。とりあえずオープンイヤー型で周りの音が聞こえるってことだけど、そこはどんなもんだった？
装着したまま近所のスーパーに出かけたんだけど、とりあえず移動中に近くを走る車の音や人の声はある程度しっかり聞こえたのだ。会話してる人がいればそれをある程度聞き取れるくらいにはちゃんと外の音が聞こえる感じだね。なるほど。自宅や学校、職場などで使ってて誰かに話しかけられるとかしても、それならちゃんと気づくことができそうだわ。ただまあスーパーの店内とかみたいなめっちゃいろいろな音が鳴ってる空間だと周囲の音はよくわかんなくなるかな。イヤホンから流れる音楽とかは把握できるけど、周囲の音は聞き取りづらくなってくるわね。操作はタッチセンサーで行うんだけど、広いから結構操作はしやすいかな。ただし操作のコマンドがやや独特な印象で、ちょっと事前の確認が必要かしらね。1回タップだと音量の上下なんだよね。一時停止は2回押し、曲送りや戻しは3回タップみたいな感じなのだ。まあ慣れれば普通に使えるかと。ケースの大きさについては、さすがにこのサイズだとズボンのポケットとかには入れづらいかな。ちょっと主張が強くなるわよね。やっぱりカバンとかに入れて持ち歩く感じになるかと。あとは秋から春にかけては上着のポケットとかね。そして一番気になるのはやっぱり音質だと思うけども。普通のカナル型イヤホンではないので音質がどんなもんかは心配になるよね。投稿者が音楽を聞いてみての感想といたしましては、これがさ、驚くほどに良いんだよね。マジか。確かに低音が音楽によっては結構主張強い感じだけど、まあ全体的にしっかり音が聞こえると思うよ。音がもっとこもってたりカサカサしてたりするもんだと思いきや、意外にもちゃんとクリアーで重厚な感じの音が出てるわね。ただし音を大きめにすると当然ながらその分周囲の音が聞こえづらくはなるのだ。音量の上げすぎには注意かしら。あとはカナル型のイヤホンと違って耳の奥にイヤホンを突っ込まないから耳の中は痛くならないわけだけど、代わりに耳の表面にイヤーピースがしっかり当たって固定される感じなので、そこら辺がちょっと痛くはなるかな。普通のカナル型ワイヤレスイヤホンとは固定の感じも違うので慣れは必要な印象だわ。ちゃんと固定されればずれて落ちたりすることはないのだ。あとは通話時にノイズキャンセリングができるみたいなんだけど、通常の音楽再生では関係ない感じ。そもそも周囲の音が聞こえるオープンイヤー型として売ってるわけで、音楽再生用のノイキャン搭載しようがないからねこれ。あとは音漏れについてだけど、減らす工夫がされていますと。実際に使って検証してみた感想としては、無音の場所で耳元に近づくと聞こえるってくらいだね。音量を極端に上げたりしなければおそらく周りに聞こえてしまうことはないかと。というわけで AceFit Neo は動画編集時点だと 12,599 円の2000円をクーポン適用で 15,599 円みたいな価格設定だね。クーポンコードなどの情報があれば概要欄にでも記載しておこうかしらね。 Amazon の商品ページでもクーポンが配布されてるので、買う際はそちらにチェックを入れて適用するのも忘れないようにしてくれよな。なるほど。というわけで、周囲の音に気を配りつつ良さげな音で音楽等を楽しみたい人は検討してみていただければ。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。では、今回はここまで。また見てくれよな。